週1953年は、中華民国の軍人、政治家。湖南軍出身の軍人で、党政治の副審である。後に、国民革命軍に属し、南京防衛戦に際して、党を補佐した。字は、宿記。最初は、学問を志し、1906年には、湖南高等学同様化まで進学した。しかし、翌年、軍人の道に転じて、 湖南陸軍小学に転入し、さらに、武将陸軍第三中学に進学した。この間に、中国同盟会にも加入している。中華民国成立後の1914年、補定陸軍軍艦学校第二期風評科に進学し、この時に、国民党に加入している。卒業後は、湖南省に戻り、湖南陸軍で昇進を重ねた。また、 この時から上官が党聖地となり、以後、党の信任を受けてその副信となる。1923年冬に、党が将軍第四支市長権湖南前後、ただし弁に昇進すると、州は同志参謀長権同志軍官公衆所教育長に任せられた。1925年、州は将軍第五度々町に昇進した。 1926年6月、党聖地が国民政府に駅死し、国民革命軍第8軍軍長に任命されると、州は同軍共同志士長となった。同年9月から10月にかけて、党に随従して北伐に参戦し、武将攻略に関わっている。また1927年1月末、党の地位を脅かすと見られ、かつ、 北京政府との内通の疑いもあった国民革命軍第12軍軍長演祖名を州は偽って還元して暴殺した。2月、州は第36軍副軍長兼共同志士長に昇進し、4月には中央軍事政治学校調査文工常務委員にも任ぜられた。さらに同年6月からは党から湖南省政府主席代理を委ねられ。 土地町町長,長や軍事町町長,長も兼ねている。1927年11月、当聖地は、霊感戦争で、理想人ら進行制派に敗北、下野した。それでも、州は、湖北省政府主席の地位に留任し、さらに国民革命軍第17軍軍長に、任ぜられている。翌年2月、州は、湖北省政府主席を退任、軍長先人となる。 1929年4月、廃止改め旅に伴い、第17軍は、新編第8史に改編される。同年の小桂戦争に際し、州は、内逆軍第一市祖事、第一重隊司令官に任ぜられ、新公正派討伐のため、厚生省へ進撃した。しかし、州は、紹介席から当政治との関係を猜議されたため、 戦後に平権を剥奪されてしまう。そのため、州は新構成派に転じ、同年12月、厚生省で、東浅見が組織した第12軍に軍長として、迎え入れられた。中原大戦で州率いる、第12軍は、一旦調査を攻略するなどしたが、省を支持する、湖南省政府主席南下儀の反撃に敗退、下野に追い込まれている。 1932年、州は、党の配下として復帰し、1936年には、陸軍少将,将区組を授与された。日中戦争勃発後の1937年11月、党聖地が、南京英寿司令に任命されると、州は、同司令部参謀長に任ぜられ、さらに陸軍中将区組を加えられた。 翌月の南京防衛戦では党を補佐して作戦に従事し、党が南京を脱出する際には、傍らで警護を務め負傷したが、残軍の退却式なども請け負っている。退却後、州は党聖地と共に職務から罷免されてしまうが、その後は陸軍大学での学習に転じ、翌年春に卒業した。間もなく、湖南省政府主席。 超治虫中の招兵を受けて、州は、同省政府総参議に任ぜられる。公認の省政府主席、節学からも、州は総参議に止まるよう要請され、1941年6月には、省政府委員となり、1943年5月には、同省政府民政庁長となった。この間、州は、調査会戦を戦う説を特に行政面でよく、 補佐している1944年に、ゴキーが、説の公認として、小政府主席となっても、やはり暮れから、湖南小政への関与を求められ、1945年8月には、小政府省南行所主任を務めた。戦後の州は、立法院立法委員を務める。国境内戦末期の1949年、停戦、陳秋人らが、 中国共産党への危機を機として、州に相談を持ちかけると、州もこれに応じ、同年8月、危機は成功した。しかし、中華人民共和国建国後に、州は、心臓病で倒れたため、特に公職に就くことはなく、調査市で療養生活を送っている。1953年、調査市にて病没。去年63。ありがとうございます。